られなくて。そうね、16年間一緒に過ごしてるから。カエルの子はカエル、ピョン。今日ちょっと本当に大事なお知らせというかお伝えすることがね、うん、できたんで今ちょっと動画を撮ってるんですけども、今日の朝かなにくーちゃんの気になってた爪切りにね、パパに連れてってもらったら、なんかいつもより遅くて帰ってくるのかね、うん、なんで遅かった。宿題とか終わった後に帰ってくる、うん、そう、エニートが宿題しててなんか遅いなと思って、うん、で帰ってきた時くーちゃんパワーって走ってきたんやけど、うん、その後パパが、うん、何があったの？なんか僕もいつもね、爪切りだいたい10分ぐらいで終わるところ、やっぱ15分とか20分ぐらいかかってて、うん、であれと思って、そしたらくーちゃんが来んで獣医さんだけが来た。だからくーちゃんちょっとチアノーゼ出てますみたいな感じで、チアノーゼって酸素が足りないですかって言ったら、そうですって、うん、でなんかベルとかがちょっと青くなってますみたいな感じになって、なんですかって言ったら、そうそう、で一応まあ爪は切ってもらったものの、なんかそういうのが出てたんで一応観察してもらってたんで、うん、でまあちょっと青からまたピンクに戻ったんで、連れてきますねっつって連れてきてもらって、なんかありましたらまた連絡してくださいって言われたんで、一回家帰ったよ。ほんでね、昼間チアノーゼはでも収まってたよね。そうそう、チアノーゼは収まってたけど、うん、帰ってきてから呼吸がずっとね、ずっとおかしくて、よいしょ、病院疲れ、うん、怖かった？かわいい。今までそんなことなかったのに、そう、なんでそうなったのと思って、うん、久々にそういうこのねキャリーみたいなのに入ったけん、なんか狭くて、なんかそうね、ストレス感じちゃったかなと思って、ストレスやったとしたら、うん、落ち着いたら呼吸も収まるかなと思ってたけど、うん、なかなかね、ならんし、ひどくなってって、なんか飲み食べも食欲までどんどん落ちてってたから、もう一回連れて行くことになって、午後にね電話して落ち着かないですっていうので、うん、みんなでねもう抱っこして連れてたら、うん、なんかエコーでね、そう、呼吸が気になりましたかって言われて、うん、なんか良くなりませんでしたって言ったら、うん、エコーみたいなのね、で心臓のところバーッとやってもらって、先生こうやったら、まさかのなんか紙をもらったんだけど、うん、一応心臓病の一種なんやけど、なんていう病名だったの？臓房弁閉鎖不全症、ちょっと読み方間違ってたら悪いけど、うん、漢字でここにね出すんやけど、犬の心臓病で最も多い病気です、うん、心臓の弁は血液の逆流を防ぐ役割をしています、うん、心臓に入ってる弁が2枚あるんやけど、その弁がもうなんかこうふにゃふにゃというか、4つの部屋見たね、エニーとね、クイちゃんの4つの部屋があって、そうで、ここ見てくださいって言われた時のその弁がもうなんかもう機能が弱くなってるから、本当はピタッと閉まるんやけど、それがもうふにゃふにゃになってるからちょっと漏れてるっていう時、心臓がドンドンって言ってから閉めなきゃいけないんやけど、ちょっと
ね、血液が漏れてるっていう。弱いね。10来たのが10送り出せてたところを9ぐらいしかね。10来ても9しか送り出せんから、この心拍数が上がって、そう悪化しちゃうと、このままいっちゃうと心不全の状態になっちゃうんだって。でも高齢の動物に起こりやすくっていうので、クーちゃんも16歳で11月で17歳になる、もう本当の高齢犬やから、基本的に感知することはありません。原因は不明ですが、遺伝的な要因もありますみたいなので、なんかこういう犬種には多いですよっていうみたいなので、なんかチワワもなりやすいって言われたよね、クーちゃん。チワワとダックスのハーブ、初期は心臓の雑音が聞こえるほか症状がないんやけど、徐々に喉に使えたような咳や運動、やりよったもんね、なんか変なこうくしゃみじゃないけどね、この病気の初期状態、何初期状、症状みたいなのが書いてるのもさっき見たら、めちゃくちゃ寝る時間が多くなるとか、あ、それあったのか、なんか老犬やけんかなと思ってたけど、そうそう、疲れちゃうのかなと思ったけど、実はそうじゃなくて、心臓から来るあれだったんだな。そうそう、 なんかでもまあ高齢からっていうのがやっぱすごく先生に言われて、年明けでなりやすい、そうそう、犬はなりやすい病気っていうので、実は今までももうどんどん多分悪化してたんやけど、急に切ったって なったやん、 うちらからすると。ねえ、ニーとね、病院行った時にな。びっくりしたやろ。一緒に行ったけど、犬の心臓のエコーを見るのとかも初めてやった。なかったと思うな。びっくりしたやろ。あんな感じになってたって。相当なんかあれだけ元気なクーちゃんがね、昨日まで走ってたし、めちゃくちゃ食べてたし、食べよったし、餌2皿ぐらい食べてたし、え、なんでと思う、受け入れ急によ、本当に急に来るんかな、急に来るって言ってたね先生。先生もいいよと、あのね、このまま急にどんどんどんでは悪化する場合もございますっていうふうに言われた。実は積もっててみたいな、なんか受け入れられなくて。そうね、今もうちょっとちょっと苦手な方はもうこれからちょっと見ない方がいいんやけど、もうほんとちょっと呼吸がちょっと荒れてるよう。でもこれは僕らファミリーやから、これは残したいなと思ってます。もしクーちゃんに何かあっても、めちゃくちゃ頑張ってるな。そう、今めちゃくちゃ頑張ってるクーちゃんを一回みんなも見てほしいなと思ってます。僕らはファミリーなんで。もう肩で息しよるよ、クーちゃん自体に。なあ、ちょっとここね、ほんとこれはなんでこうやったというと、下につけようとせんちゃんね、なぜかというと、こう下にこうやると心臓が圧迫して、水もね、下の水は飲めんのよ。ちょっと上に上げて、こういうふうな形のところに置いたら、そのままそあんまり下向かんでいいから飲むようになったと。なあ、くちゃんな、きちいな、呼吸がきつい以外は、なんかシャンと立ったり歩いたりはまだ全然そうしよるし、この呼吸がね、苦しそうなのが、まあ、なんか落ち着けばいいなと思って。そうねえ、なあ、はい。で、なんか治療法としては、食事療法、低ナトリウム食、もう塩分ないような感じやね、感じやね。奥ちゃん、奥ちゃん歩けるっちゃ、歩けるこ、ね、と歩けるけど、来た、エンジン、よし、きちい、はい、ちょうどヘリちょうどヘリにね、入ってます。家族です、家族です。そう、偉いね。あ、なんか嬉しいな、この画面って嬉しいわ。もうなんか嫌だな、いつか来るとは思ったけど、うん、
こんな急に悪くなる。けどまだまだいい。大丈夫。まだ大丈夫大丈夫。ねえ、ゴーちゃん。120歳まで行けるかな。嫌だな。何や。嫌だなと。伝わっちゃうからあんまり泣かないで。まだ生きてるから。ふーちゃんは。まだ生きてないよ。天国。いや、死なない。16年間一緒に過ごしてるから一回写真届く、くーちゃんの。いや、もうこれでいい、大丈夫だよ。大丈夫よ。またママが見れるよ。ありがとう。またママが見れるよ。ありがとう。なんで、とりあえずな、お薬でそうね良くなってくれればなぁと思って、うん、この呼吸がね、落ち着けば、うん、絶対楽になるし、そうそう、うん、なんで、なんか本当に同じ病気をうちの犬もかかってましたっていう人がねいれば、なんかこうすると楽にね、うん、寝れてましたよとかちょっと教えてほしいな。もう俺ら何も知らんから、もう手探りで今、うん、先生が言われたことを一応守ってやっていこうと思ってます。ずっとだからママはもう本当にずっと一緒に見ときたいから、お出かけとか、うん、いとき本当にもうやめようと思うんで、うん、近くに寄ってあげた方がいいな。うん、だけ協力して、そうだけ、まあ僕もなんだろうな、もう早めに帰れるときは帰って、くーちゃんの近くに寄りたいなと思ってます。こっちも学校早く帰ってくるね、で勉強してすぐくーちゃんのお世話してください。まだくーちゃんが元気だから、まだまだまだ元気なうちにね、遊んでこうかな。遊んで思い出作って動画にも残しておきたいなと思ったんで、うんうんうん、今回ちょっとご報告という形で。そうね、まあ、ちょっとあのお出かけ動画とかはちょっともう今からちょっとなくなるかな。うちはストックあるけど、ママがちょっと編集のどうなんだろうな。編集もしない、しない、できる限りはやるけど、うんうん、できるだけちょっとペース落として、もうくーちゃんとの時間の方が大事なんで行きたいなとは思います、うん、ちょっと今ね抱えてるものはちゃんと全うするんでちょっと本当に犬だけじゃなくてペット飼われてる方も、うん、うちも急に来たけ、16歳とはいえこんな急に昨日まで元気だったのにみたいなのがあるから、ぜひね、大事に一日一日を大切にね、大切に皆さんもね、うん、過ごされて写真いっぱい撮ったり、そうね、動画残しといたり、そうね、するとね、振り返れるじゃないけど、うん、活力なるし、うん、ちょっと思い出って残しとくべきだなと思います。そうそう、思い出は残すべきで、全然報告でしたが、はい、うん、まあ、ちょっとお薬もね、ちょっと時飲まして、まあ、くーちゃんが復活することを皆さんぜひね、応援メッセージよろしくお願いいたします。ぜひぜひくーちゃんに届けるんで、もう目も耳も聞こえてないけど鼻だけが生きとった、鼻だけが生きてるからね、うん、大丈夫、応援してね。ぜひぜひこれからのね、くーちゃんも見守ってください。はい、よろしくお願いいたします。大丈夫よ、うん、おばあちゃんけね、ほんとにもう90歳ぐらいになるけどな、人間として言うたら本当に。なんで映りに来た。いや、そこよね。ここで寝ちゃってもええところを、あえて、くーちゃんこっち来ましたからね。プロやな。いや、やっぱこれがもうプロやと思うよ。みんなね、くーちゃん。応援してる。そう。みんなで帰るファミリーやから、これからもね、頑張っていきたいと思います。誕生日は絶対一緒に過ごすからな、17歳の。そう、11月の19です。19。またローストビーフ丼、そうね、買い行こうかなね、くーちゃん月のお金でくーちゃんの誕生日のケーキとかいろいろ買ったりとかのお小遣いです。いやー、ね、くーちゃん待っとってな、うん、ちょっと本当に緊急のご報告になりましたが、はい、ちょっと今日はちょっとショックすぎてめっちゃ泣いてるけど、うん、笑顔でもう泣かんよ、笑顔です、うん、今日だけ泣くのはね、急やったけんね、こういう日もあるけどね。そうなんよね、えゴちゃん、あ、よくならな、ね、入る気らしく過ごしましょう。そうそう、あの、はい最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは SNS も登録してね。それではいいよ。